続いてのコーナーは川越の架け橋です。ニューヨークと川越を中継でつないでトークを繰り広げます。ニューヨークの小雪さん、おはようございます。はい、おはようございます。ニューヨーク大橋です。今日もよろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いいたします。そっちはお盆でね、お休みなんかもあったみたいですけど、こっちはもう通常通りの日々を過ごしていまして、天気もね、なかなかよくって、もう朝晩はね涼しいっていうか、半袖だと寒いぐらいになってきちゃいました。お、そうだったんですね。それは早い、時期的にも早いですよ。もうここからね、秋に向かってまっしぐらみたいな感じになっちゃうので、ちょっとね寂しいですよね、ニューヨークの夏短いんで。そうなんですね。ただでさえね、夏が終わるときってちょっと寂しいですけど、短いんですね夏が。そうなんですよ、冬が長くてですね、めちゃくちゃ寒くなるので、もうなんていうの、頭の中はあそこに向かっていっちゃうんだなっていう、日本にいたときよりもさらに寂しい、こう秋に向かっていく感じって、はい、あの感じです ね、あ寒くなっていくんだなっていう、あの少し物悲しいようなねああいう気持ちですかね。そうなんですよ、あんまり考えたくないんですけど、まあ、ちょっとずつそんな感じに今なってますよっていうのと、ちょっとねまず最初にお知らせしておきたいのが、コロナ関係のねアップデートがあったので、日本でも報道されてるようなんですが、一応お知らせしておきますと、はい、お願いします。はい、アメリカの CDC ですね、疾病対策センターでは11日新型コロナウイルスに関するガイドラインを更新したって言って、これどういうふうになったかと言いますと、はい、濃厚接触者ですね、これまで一定期間、はい、濃厚接触者も隔離しなきゃいけないですよっていう感じだったのが、そうではなくて、隔離はいらないんだけれども高性能マスクの着用を推奨しますという、なんかそういう感じになりまして、はい、高性能マスクって日本であるかどうか分かんないんですが、 N95 とかっていうマスク聞いたことあります？ないです。 N95 ですか？高性能、普通のマスクと違うんですかね？もうね、結構これね、1年ぐらい前からこっちでは N95 を推奨しますって言われてて、これもう検索したらすぐ出てくるんですが、の部分が結構とんがってる感じのマスクなんですよ。なのでこれを多分推奨してますっていうことになると思うんですけど、もうこっちはねそんなにマスク率っていう感じでもなくって、私もほとんどそれこそ電車の中ではしたりしなかったりっていうところで、今日久々にマスクしたのが、ちょっとウーバー、あそうか、そっちウーバーないのか、タクシーにちょっと乗ったんですよ、その時に久々にちょっとマスクをきちんとしたかなっていうぐらいの、そういう状況ですが、いずれにしても濃厚接触者はマスクだったら OK ですよっていう感じになってますね。あ、そうなんですね。やっぱりその、まあ、マスク、日本人はすごくマスクしてるって言いますけど、まあ、こういう状況でもそんなにみんながマスクしているわけじゃないですね。あと N95 調べられましたよ、これ見たことありますね。でしょ、でも日本であんまりこれしてなくってですね、逆にびっくりしたんですけど、こっちだとねその N95 のマスクか、普通の医療用の不織布マスクって言って、あるじゃないですか、日本だと結構おしゃれなんですが、こっちだとブルーとちょっとだけ白が入ってるっていう、完全な医療用のもうシンプルなマスクか、主流はもうそのどっちかっていう感じですよね。そうなんですね。こう日本だともうみんながマスクしちゃっているから、もうマスクももうファッションの一部になってきてると思うんですけど、今これ調べている N95 も本当におっしゃる通り医療用、そういう感じがとってもしますね、そうなんです。最近でこそねファッションではないんだけど、ちょっと色のついたピンクとか紫とか赤バージョンみたいなのは出てきてるんですけど、日本みたいにあんなおしゃれなマスクはほとんどないので、もう本当になんていうの、コロナのためにしてますっていう、そういう感じですよね。そうなんですね。もうコロナのためにマスクするか、まあ、安全だと分かったらまあしないかみたいな、そういう考え方の方が主流なのかもしれないですね。そうなんですよね、まあ、こんな感じでコロナの方はもう濃厚接触者隔離不要になったので、結構こういった部分でも落ち着きつつあるのと、今日は、先週の続きみたいな感じでですね、ちょっとブロードウェイ関係の話をね 2,3 していきたいんですが、はい、楽しみです。先週の話
ありがとうございます。ブライアントパークでフリーのブロードウェイのイベントを週1回やってますよっていう話したじゃないですか、うん、してくださいましたね。とあれね、私、ま、なかなか行けそうにないなと思ってたんですが、たまたまちょっとだけ時間取れたので、はい、近くを通りがかったのでちょっとその話をまずしていきたいんですよ。おお、そうなんですね。どうでした？はい、まず一言、かなりの盛り上がりであるのと、すごく楽しかったっていうのと、ブライアントパークってまあ公園になりますので、はいはい、公園の中に普段ないようなステージを作って、そこにステージ上にブロードウェイの、ね、出演者たちが出てきて、はい、普通に、なんていうの、演奏とかをしてくれますので、はい、これはお得感満載であるっていうのとですね、はい、あとはその出演者たちが通常だとまあきちんとしたコスチュームはあるんですが、うん、これのイベントに関してはみんな T シャツに短パンとかで出てくるんですよ、それぞれのオリジナルのラフだ。はい、そうなんですよ。なんかね、逆にそれを見た感じがお得感があって結構面白かったですよ。そうなんですね。なんかなんて言うんですかね、手の届く位置にカジュアルな呉服を着ているっていうのがね、多分人と違うんですよね。そうなんですよ。本当に 手の届く場所で言うと、まさにね、ステージの真横まで私なんか行くことができたので、結構みんな移動、はい、普通にカジュアルにできるような感じなので、はい、真横にいて写真撮ったりとかですね、はい、そういうのもできたので、これもしかしたらブロードウェイ本物のところに行ってね、うん、椅子に座って動けないよりもこっちの方がお得なんじゃないのかなって。しかも太陽もさんさんと降り注いで、みんな自由な感じでやーってこう盛り上がってる感じだったので、はいはい、これはもう楽しかったですね。普通にすごい。いやね、小雪さん、今私ブロードウェイ行ったことないから、今頭の中で一生懸命想像しているんですけど、その想像がね、はい、あのクレアモールのクレアパークあるじゃないですか、あの入り口の公園のあそこのステージにブロードウェイにいるような俳優さんがいたらみたいな今想像しちゃっていて、それはすごいだろうなって思ってます。そうですね、あの大きさはやっぱりかなり違うは違うんですが、はい、でも本当にそういうことですよ。そういうところのステージに演者さんたちが普通にいて、 T シャツに短パンってもう本当にカジュアルスタイル、私たちと全然変わらないような普通の雰囲気で歌ったり踊ったりしてるっていう、ただやっぱりむちゃくちゃうまいですね、歌は。うまいですねって言ったら失礼なんですけど、はい、でも逆にそういう野外のあんまり演出とかも少ない中で生歌だったりとかパフォーマンスを感じることができるって、もう本当に嘘なしの実力じゃないですか。鳥肌立ちそうです。すごい。本当そうですね。なんだろうな、うまくて当たり前というか、その生の音っていう感覚すらないんでしょ。 CD とかもうきちんとレコーディングスタジオで撮ったものを聞いてるのかなっていうぐらいの感覚で聞けるぐらいの本物さですよね、やっぱりね。そうですよね、一流なんだろうな。そうなんです、もう素晴らしいって思いました。こういうのまあフリーで見られますし、それこそ路上ライブとかパフォーマンス、はい、前にも話したかな、駅の構内とかでもかなりのクオリティのものを見たり聞いたりできるっていうところで、やっぱりお得感もあるし、その演者たちの思いが伝わってくるみたいなところがある一方で、ちょっと考えさせられたことがあったんでお話ししたいんですけど、つい最近ね、つい最近有料の、コンサートに行ってきたんですよ、はい、ね、公演って喋るスピーチの公演ね、はいはい、公演とコンサートとのコラボっていうことで、私公演をメインに聞きに行ったところにそのコンサートもセットになっていたので、まあ普通に聞いていたんですけど、はいはい、すごくもちろん上手だったんですが、なんていうのかな、素人目線なのでその実力の感は分かんないんですけど、なんかね、思いが伝わってこないなっていうふうに思ったんですよ。で、変な話なんですけど、その空間にいる自分がね、むっちゃしんどくなってきたんですよね。あらららら、ら分かんないんですよ。だから、なんでここに、変な話なんですけど、なんでここにいるんだろうぐらいのしんどい感じになってきて、なんでだろうな、もう理由が全くこう感覚の問題なんで分かんないんですけど、うん、で、出演者たちを見るとなんかね、人によってはちょっとつまんなそうっていうの、演奏してる人が楽しくなさそうな
むしろなんだろう、これ私の憶測になっちゃうんですが、はいはいはい、やらされてるみたいな感じで演奏している風にも見えてきちゃったんですよね。あらららら、なので、はい、そこで感じたのが、なんか伝えるって難しいなっていうか、ブロードウェイ のフリーのイベントはもうむっちゃくちゃ楽しそうにやってるのを見て、お客さんも本当に大盛り上がりだったのと真逆のものを見せられた感じがして、伝えるポイントってどうやったら思いを伝えることができるのかとか、要は私の中での結論としては、思ってるか思ってないか、伝えようって思ってるのか、自分が楽しんでるかどうかが伝わっちゃうっていうのが結論なのかなっていう、わかんないですけど、はい、感じもあるんですけど、こうスピーチのプロとしてエリナさんは伝える時、伝わる時ってどういう時だと思います？おー、ありがとうございます。伝える難しいですよね。もう私が伝えるコツって思っているのは、やっぱり自分が思うこと、例えばこのラジオで声しか聞こえていないから、その体験されたね、もう演奏してるからどうせ音しか聞こえてないだろうじゃなくって、こう表情で、とっても表情も含めて楽しい気持ちになったりだとか、小雪さんと画面を通してジェスチャーもしながらね、こうやってトークを繰り広げるっていうことがリスナーさんにも楽しさ伝わる方法だと思うんですよね。からその演奏されていた方も心からね楽しんで、お客さんと一緒に楽しもうってしていたら伝わったんじゃないかなって思うんですけどね、どうでしょう？そう、本当にこれは本人に聞いてみないと分かんない話なんですけれども、ただやっぱり思ってるか思ってないかって相手にも伝わっちゃうなっていうのはすごい思いますよね。そうですね、それはやっぱり思いました。インタビューとかされたりしたりとかしてても思うのは、やっぱ思ってなくてそうですよねっていうと相手にそれは伝わっちゃうなとかね、いろいろもなんか考えさせられる時間だったんですけど、今エリナさんからその話を聞いて、あ、やっぱりそういうことだよなって、なんかね腑に落ちてほっとしましたので、そろそろ締めてもいいでしょうか？よかったです。ちょっともやもやしたでしょうからね、はい、ちょっともやもやしちゃったの実は、はい、そうですよね。もう他にも絶品なパフォーマンスいっぱいあると思うので、いろんな作品見てまた教えてください。はい、またぜひぜひレポートしたいと思いますのでお願いします、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます、はい、じゃあ今日も小雪さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、また来週。はい、それでは一曲お聴きいただきましょう。ワッチで大丈夫。